1幕はストーリー性のあるものになっていて、で2幕がフラメンコのショー、うん、ショー形式なんですけれども、私たちが踊るフラメンコの世界というものとフラメンコダンサーの皆さんが融合して、うん、何かフラメンコという世界の中で私たちにしかできない世界観というコラボレーション感といいますか、ドラマチックかつ情熱的なものがお届けできたらなと思ってます。あの2幕の方で昨日明日と振り付けするんですけども、フラメンコジャズというセクション曲があって、シュンさんという振り付けの方にあのバッドガールズ女性、日本人女性4人でフラメンコの曲を使ってジャズ風に、でもフラメンコの要素も入ったものを踊るんですけど、これこそがきっと私たちが見せたいフラメンコの世界なのかなっていうのは思うんですよね。もうどっぷりフラメンコの世界ではない、うん、フラメンコジャズっていう曲を今回引っ提げてこの曲だけは日本で振り付けをして、はい、向こうに持っていくので、うん、この曲は本当に私たちジャズダンサーが踊るフラメンコという、うん、ものをお届けできる曲かなって。そうダンスってすごく言葉でご説明するのが難しくて、ね、うん、なのでぜひ劇場に見に来ていただきたいんですよね。そうなんですよね、この思いをどう言葉で伝えていいか、そうなんです、いつも悩むところなんですよ。もう見ていただければ一発ご理解いただけると思うんですけど、あのやっぱり国境を越えた作品だっていうことですかね。私たちがこう挑ませていただくんですけれども、やっぱり私たちがこう挑戦している、フラメンコの世界に挑戦している姿をぜひ応援しに来ていただきたいですし、こうコラボレーションすることでこう新たなフラメンコのなんか世界のこう可能性といいますか、もういろんなフラメンコの世界があっていいんじゃないかという中の一つになればいいかなってすごく思いますね、うん、セリフはないと思います。はい、ただ踊りとあの演技といいますか、動きで見せていく、動きでちょっとストーリー性があるような、はい、私はちょっと悲劇的な恋に落ちるという、うん、